今回お邪魔したのは前橋市上細いスケベやサブちゃんの焼きまんじゅう。とても親しみやすい大将が切り盛りする美味しい焼きまんじゅうのお店。焼きまんじゅうの大食いチャレンジメニューもあって、大食い系 YouTuber が何人も訪れてる。張り出されたメニューはどれもお手頃。食べログで見かけた目玉焼きの焼きそばはどうやら特別仕様だった様子。ちょっと残念。いただきます。まずは焼きまんじゅう。個人的にはあんこの入ってない昔ながらの焼きまんじゅうが好み。甘くてコクの深い濃厚な味噌がとてもうまい。かかった味噌が焦げてパリパリ、そして中はとてもふわふわ。理想的な焼きまんじゅう。続いて焼きそば。青のりがいっぱいかかってとてもボリューム満点。これで550円はお手頃。なんとなく出店屋台で食べた焼きそばを思い出す。聞いたところによると店主のサブちゃんはお祭りで屋台も出す様子。あっという間のひととき、今日もいっぱい食べました。ごちそうさまでした。やはり焼きまんじゅうはうまい。今度また来よう。